漫画サロントリガーへようこそ。私、漫画コンシェルジュのトライエースです。お客様の運命の一冊を紹介させていただきます。どうぞ。今回ゲームというテーマで3冊選んでみました。1冊目がこちらの盤上のポラリスという作品です。チェスをテーマにした作品で、全くチェスをやったことがない男の子が主人公なんですけれども、その男の子が転校生の女の子に教えられてチェスを始めるっていうところから、やがてはもうグランドマスターっていう世界チャンピオンを目指すところまで行くストーリーになってます。でこちらはですね、光の碁っていう囲碁を題材にした漫画もあるんですけれども、これも本当にチェスを全然知らなくてもそのチェスのルールを学びながら楽しんでいける漫画になってますので、ぜひぜひ読んでみてください。2冊目がファイナルリクエストという漫画なんですけども、こちらすごい漫画でして、これは世界で初めてドット絵で描かれてるっていう、全く他に見たことがない漫画になってます。ファイナルリクエストというタイトルがファイナルファンタジーとドラゴンクエストという日本では2大メジャーなロールプレイングゲームのタイトルから来てまして、でそのロールプレイングゲームの終わった世界が舞台になってます。やっぱり勇者と魔王っていうのがいて、その魔王が倒された後の世界で目覚めた仲間たちの話になっていて、かなりそのファンタジーなんですけどサスペンスみたいなお楽しみ方もできる変わった漫画になってますので、こちらはすごくおすすめしたいです。で最後にこちらガットショットです。こちらも世界で初めてのテキサスホールデムポーカーを描いた漫画になってます。テキサスホールデムっていうとやっぱりポーカーの中でも世界で一番メジャーで賞金額も多い競技なんですけれども、そのポーカーをやっぱり全く未経験の女の子が始めるというストーリーになってて、でこちらの女の子はもう人の顔色ばっかり見て伺って生きてきたおどおどした女の子で、全然長所とかもなかったんですけども、ただポーカーにおいてはその人の顔色を伺うっていうところがすごい武器で強いスキルになっている。他の相手の細かい癖を見抜いて、それがポーカーに生かされて相手を攻略していくっていう爽快感が得られる作品になってます。これも全然ルールが分からなくても楽しめる作品ですので、ぜひぜひ読んでみてください。どうもありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。